第15章武士道の感化武士道の徳は我が国民生活の一般的水準よりはるかに高きものであるが故人はその山脈中さらに頭角を抜いて顕著なる通報だけを考察したに過ぎない太陽の昇る時まず最高峰の頂きをば紅に染め それから禅時にその光を下の谷にずるが如くまず武士階級を照らしたる倫理体系は時を降るに従い大衆の間からも追随者を引きつけた平民主義はその指導者として天性の王者を起こし貴族主義は王者的精神を民衆の間に注入する徳は罪悪に劣らず 伝的である仲間の間にただ一人の賢者があればよいしからば全てが賢くなるそれほど伝染は速やかである」とエマスンは言う「いかなる社会的階級も道徳的感化の伝播力を拒否しえない」「アングロサクソンの自由の勝ち誇れる進軍についていかに弔聴するもかであるが」 それが大衆から刺激を受けたことは稀であったむしろそれは郷土およびゼントルメンの事業ではなかったか「邸主が海峡の彼方にて用いられるこの三つ釣りの語ゼントルメンはイギリス社会の歴史の要約であるといえるは誠にしかりである」「平民主義は核のごとき源に対し」 自信に満てる反白を加え問いを返して言うであろう。アダムが耕しイブが紡いだ時どこにゼントルマンはいたかと。ゼントルマンがエデンにいなかったことは全く悲しむべきことであった。人類の始祖は彼の不在によりはなはだしく苦しみこれに対し高き代価を払った。もし彼がそこにいたなら 楽園はさらに多大の風習をもって装われたのみでなく始祖は苦痛の経験をなむることなくしてエホバに対する不従順は不中にして不名誉無本にして反逆なることを学び得たであったろう過去の日本は武士の賜物である彼らは国民の花たるのみでなくまたその根であったあらゆる天の良き賜物は 彼らを通して流れ出た。彼らは社会的に民衆より朝鮮として構えたけれどもこれに対して道義の標準を立て自己の模範によってこれを指導した「私は武士道に体内的および対外的教訓のありしことを認める後者は社会の安寧幸福を求むる福利主義的であり前者は 徳のために徳を行うことを強調する純粋道徳であった。ヨーロッパの騎士道の最盛期においても、騎士は数的には人口の一小部分を占めたるに過ぎない。しかしながら、エマスンの言えるごとく、英文学においてサー・フィリップ・シドニーより、サー・オルター・スコットに至るまで、戯曲の半分と小説の全部とは、 このの人物、ゼンントルマンを描写したのである。もしシドニーおよびスコットの代わりに近松および馬琴の名をもってすれば日本文学史の「主なる特色」は一言にして尽くされている「民衆娯楽」および「民衆教育」の無数の道芝居寄せ、公爵、浄瑠璃小説はその主題を武士の物語から取った「農夫」は「 棒奥にロビーを囲んで義経とその中心弁慶もしくは勇ましき蘇我兄弟の物語を繰り返して生まず色黒きわんぱくは呆然口を開いて耳を傾け最後の薪が燃え尽きて余人が消えても今危機し物語によりて心はなお燃え続けた番頭小僧は一日の仕事を終えて店の雨戸を閉めれば 膝を交えて、信長秀吉の物語に世をふかしついに睡魔がその疲れたる眼を襲い彼らを帳場の真句より戦場の光明に移すに至るよちよち歩き始めたばかりの幼児でさえ桃太郎を鬼ヶ島征伐の冒険を回らぬ下で語ることを覚えた女の子でさえ武士の武勇と徳を慕う心深く 武士の物語をむさぼり聞くを好むことデズデモなのごとくであった武士は全民族の良き理想となった花は桜木人は武士と利用に歌われる武士階級は商業に従事することを禁ぜられたから直接には商業を助けなかったしかしながらいかなる人間活動の道もいかなる思想の道も ある程度において武士道より刺激を受けざるはなかった知的ならびに道徳的日本は直接間接に武士道の所産であったマロック氏はその優れて暗示に富む著書「貴族主義と進化」において雄弁に述べて曰わく社会進化それが生物進化と異なる限り偉人の意志より出たる 無意識的かなりと定義してよかろう、とまた曰わく歴史上の進歩は社会一般の間における生存競争によるものではなくむしろ社会の少数者間において大衆をば最善の道において指導し支配し私益戦とする競争によって生ずると死の議論の適切さについての批評はともかくとして以上の言は「 我が帝国紀王の社会進歩上武士の果たしたる役割によりて豊かに証明せられた武士道精神がいかにすべての社会階級に浸透したかは男立てとして知られたる特定階級の人物平民主義の天性の棟梁の発達によっても知られる彼らは豪旗の男子であってその頭の頂きより 足のつま先に至るまで豪快なる男児の力を持って力強くあった平民の権利の代言者かつ保護者として彼らはおのおの数百の古文を有しこれらの古文は武士が大名に対したると同じ理由に喜んで死体と生命身体財産及び地上の名誉を捧げて彼らに奉仕した。 過激・短期の姿勢のとたる大衆の指示を背後に有したるこれら天性の親分は日本雑誌階級の戦王に対する恐るべき阻止力を構成した武士道はその最初発生したる社会階級より多様の道を通りて流化し大衆の間に応募・パンダネとして作用し全人民に対する道徳的標準を供給した。 武士道は最初はエリートの公易として始まったが時をフるに従い国民全般の渇号及び霊感となったしかして平民は武士の道徳的高さにまでは達しえなかったけれども大和魂はついに島帝国の民族精神を表現するに至ったもし宗教なるものはマシュー・アーノルドの定義したるごとく 情緒によって感動されたる道徳に過ぎずとせば武士道に勝りて宗教の列に加わるべき資格ある倫理体系はまれである。長が,が四季島のと幅朝日に匂う山桜花と永じた時彼は我が国民の無言の言をば表現したのである。しかり 桜は古来我が国民の愛する花であり我が国民性の表彰であった特に歌人が用いたる朝日ににう「山桜花」という語に注意せよ「大和魂は」は重弱なる培養植物ではなくして自然的という意味において野生の産であるそれは我が国の土地に固有であるその 偶然的なる性質については他の国土の花とこれを等しくするかもしれぬがその本質においてはあくまで我が風土に固有なるる自発的発的生であるしかしながら桜はその国産たることが個人の愛好を要求する唯一の理由ではないその美の高が幽霊が我が国民の美的感覚に訴たうること。 他のいい。かななる花も及ぶところでないバラに対するヨーロッパ人の賛美を我々は分かつことを得ないバラは桜の単純さを描いているさらにまたバラが甘美の下に棘を隠せることその生命に執着すること強靭にして時ならずチらんよりもむしろ枝の上に靴を選びあたかも 死を嫌い恐るるるが如くであることその華味なる色彩濃厚なる好すべてこれらは桜と著しく異なる特質である。我が桜花はその美の下に刃をも毒をも潜めず自然の飯のままにいつなりとも精を捨てその色は華麗ならずその香りは甘くして人を明かしめない。およそ 色彩形態の美は外観に限られるそれは存在の固守せる性質であるこれに反し後期は不動し生命の息のごとく天に昇るこのゆえに全ての宗教上の儀式において法と持つ役は重要なる役割を持つのである「法には霊的なるあるものがある」「太陽を東より昇ってまず 絶の当初を照らし、桜の方向朝の空気を匂わす時いわばこの美しき日の息そのものを吸い入るに勝る成長爽快の感覚はない創造者自身芳しき香りを嗅ぎてその心に新たなる決心を成したもうたと記されたるを見れば桜花の匂う好季節が全国民をそのに 小さき住処の外に呼び出すに何の不思議もないではないかたとえ彼らの手足が残次ロークを忘れ彼らの胸が悲哀を忘れてもこれをとがめるな短き快楽が終われば彼らは新しき力と新しき決心を持って日常のなりわいに帰るのである格のごとく桜が我が国民の放たるゆえんは いつにして尽きない。しからばかく美しくして散りやすく風のままに吹き去られ一同の好奇を放ちつつ永久に消え去るこの花この花が大和魂のタイプであるのか日本の魂はかくももろく消えやすきものであるか。